1919年版の表紙。イラストも著者ウェブスターによるメディアを再生する1919 19年の無声映画、足長おじさんは、アメリカの女性作家ジーン・ウェブスターが1912年に発表した小説、児童文学作品。個人院で育った少女、ジュディの文才が一人の資産家の目に留まり、毎月手紙を書くことを条件に、 大学進学のための奨学金を受ける物語であり、ジュディが援助者を足長おじさんと手紙中、ジュディ自身が書いたという設定で挟まれる絵も、ウェブスターの手による、身寄りのない少女に進学のための援助を行う足長おじさんは、現代日本では広く学生への援助者の意味で用いられ、維持奨学金のための原始拠出を行う人を足長さんと呼ぶ。 足長育英会,会や交通維持育英会,会等がある。アメリカをはじめとして数度にわたって映画化され、日本では1979年と1990年にテレビアニメ化された。現代のダディ・ロング・レックスとは雲に縁の近い小動物であるザトウムシのことで作品中にもこの雲に似た虫が登場している。ジョングリア個人員のジュディはある品調室に呼び出される途中。 西日によって、静止を妨げられながら、廊下に落ちた、長い長い、人影を見ることになる。それはまるで、目暗雲のようにとても足の長い虫のような姿だった。院長から樹里は、個人の評議員の一人に、彼女の才能を見込まれて、毎月一回学業の様子を手紙で報告することを条件に、大学進学のための資金援助を匿名で与えられる、ことになったと知らされる。 さっき一瞬だけ見えた後ろ姿こそ、その表技員であることを知り、後に、彼女が彼を、足長おじさんと呼ぶきっかけとなる。なお、ジュディが見込まれたのは、院の生活ぶりをシニカルに描いた作文であり、そのタイトルに、ブルーウェンズデートつけたユーモアのセンスである。大学では、彼女は、個人員でつけられた名前を嫌がって、自らをジュディと呼び、同級生のサリーマーク・ブライドや、 ジュリア・ペンドルトンと共に学生生活を送り、その詳細を足長おじさんに手紙の形で送り続ける。初めて孤児院の外で生活をすることになったジュリは自分自身でお金を出して買い物をしたことや読んだ本のこと、出席したパーティーのことといった体験をその都度自らの感性で手紙に書き記していく。長期休暇時の農園滞在、ニューヨーク訪問。 サリーの兄のジミー・マクブライドやジュリアの親戚のジャービス・ペンドルトンといった男性との交友、自らの小説の商業出版といった経験の後、ジュリは大学を卒業する。ジュリはこれまでも長期休暇期間に訪れていたロックウィロー農園で卒業後の生活を始め、作家を目指して小説を書き進めながら、足長おじさんへの手紙を止めることなく書き続ける。やがて、ジュリは、 ジャービス・ペンドルトンからプロポーズを受けるが、孤児員出身であるという経歴を打ち明けることができず、彼を愛していながら拒絶してしまう。反問したジュディが、自分の気持ちを手紙にして、足長おじさんに送ると、会って話を聞くという返事が返ってくる。初めての対面に緊張しながら、ニューヨークに向かったジュディが、足長おじさんの部屋に通されると、そこにいたのは、ジャービス・ペンドルトンであった。 ジャービスが足長おじさんであったことを知らされたジュディは、プロポーズの返事を足長おじさんに向けて手紙で送る。それは、初めて家族を得たジュディが書いた、初めてのラブレターであった。孤児の少女が資産家に見込まれ、愛を成就させるという筋書き自体は、いわゆるシンデレラストーリーであるが、導入部以外の前編をジュディの手紙のみで構成するという作品の形式や、 その手紙の中で綴られる生き生きとした描写、また主人公、ジュディの人としての魅力など、文学作品としての高い評価を受けている。また、手紙の中の学生生活は二十世紀初頭のアメリカの女子大学生の生活を記した資料としても読むことができる。作者のジーン・ウェブスターは、個人員や寛解員の近代化に興味を持っており、それと自らの経験とがこの作品には生かされていると、 考えられる。この作品の続編として、ジュディの親友のサリー・マクブライドが、ジョングリア個人員の委員長になって、個人の改革に取り組む続編、続足長おじさんが1915年に発表されている。1919年にはアメリカで初めて映画化され、その後、1931年、1955年にも映画化されている。 1938年にはオランダで映画化された。日本では1974年に岡崎由紀主演、1983年に脚本、作詞、作曲を一新し、原田智代主演、2006年に三倉真奈三倉クラ主演でミュージカルとして上演された。また、2009年にはブロードウェイでミュージカル化され、その日本版が2012年、 2014年、2017年、2020年に、ダディロングレックズ・足長おじさんよりのタイトルで、ジャービス役、井上義夫、自流者役、坂本マーヤで上演された。1978年4月5日から同年4月26日までに、漫画世界昔話の一編として、足長おじさんが、TBS 系、ラックスインターナショナル制作で放送された。 1979年10月にタツノコプロヘラルドエンタープライズにより日生ファミリースペシャルの一編として放送。1990年に私の足長おじさんのタイトルで世界名作劇場で放送。両作の主題歌は堀江光子が歌い、私の足長おじさんではジュディの声優も担当している。いずれも富士テレビにて放送。2005年には ダディー・ロング・レックスの題で物語の舞台を昭和初期の日本に置き換え、かつた文によって漫画化されている。なお、これより、前の1974年4月から9月には、本作を日本風にアレンジしたドラマ、おじさま。愛ですが、浅の真由美主演でネット系列で放送された。遠藤久子、足長おじさん岩波書店、1970年10月15日。 337P 役者ート書き、ありがとうございます。